はい、セントビー37回始めます。4月25日ですね。来たばっかりでね、もう明け方なんですけどね、寒いっす。4月25といえどもね、朝寒いですよ。本当に気温何度だろう、これ5度、3度から5度ぐらいじゃないですかね。ストーブ一つ耐えたんですけど寒い、温まんない、なかなか。で今回、NNN ドキュメント23ということでね、1037回あの博多のストーカー殺人ね、の件やってました。逆上のスイッチ、禁止命令だけでは守れないっていうことでね、ストーカー禁止法の禁止命令、接近禁止命令だけでは守れないっていうね、実際ね、博多ストーカー殺人に、ね、被害に遭ったあの川野さんね、川野美希さん、亡くなられたんですけども、あの被害に遭われてね、警察にね、何度も相談してたと、だけども結局は守れなかったと、いうこと、内容やってました。はい、でこれ私、これ1月なんですね、今年の、もう随分前の話かと思いきや、高田が3ヶ月ぐらい前の話ですよ。でこのチャンネルでもね、扱ってます。684回で扱ってますね。これまだ第一報だったと思うんですけど、ストーカーもね、この博多の件だけじゃなくてね、どうでしょう、もうしょっちゅうですよね、事件化されて事件になっているのも、命奪われないまでも、NHK の札幌の記者さんもね、ストーカーでね、また、ね、ニュースになってましたからね、あの人多分懲戒処分受けてると思いますよ、確か。はい、はい、っていうことで、もうストーカー身近になってきてると、年間2万件って言ったかな、相談件数、それぐらいなんで、もう本当にね、身近な話、特にね、被害に遭われるの女性が多いんでね、若いね、10代、20代ぐらいの女性が、多いんでね、本当にね、大変だと思いますよ。博多ストーカー殺人、逆上のスイッチ、禁止命令とか出ちゃうと、逆にね、それで9割ぐらいの方は、禁止命令で、接近禁止命令とか出ると、まずいなと。嫌がられてるんだみたいな感じでね、接近しないようにするんだけども、1割ぐらいの人はね、今回のストーカー殺人のような博多の寺内進被告ですか、この人みたいにね、逆にスイッチ入っちゃう人もいるということで、加害者へのね、何らかの対応をしないとこれなくすことはできないんじゃないかという感じで番組全般やってましたね。はい、で私ね、ほとんど今ニュース、文字ですよ、ネットとかね、インターネットとか、YouTube の軽いニュース、ほとんど映像を見ないニュース、だから今回初めて、テレビ録画してね、見たんですけど、この NNN ドキュメント、初めてじゃないかな、寺内進容疑者とか、川野さんとかのも、大画面で見たって言ったら変、あとね、博多のね、どこで起きたのか。っていうのバシッと乗ってましたね、もう JR 博多駅のほんとすぐそば、人通りの多いとこですよね、私もっと少ないとこだと思ったら、セブンイレブンの脇ですよ、そこの、人通りもね、当時雨降ってたっていう話ですけど、あそこでね、馬乗りになってめった刺しとかちょっと考えられないですもんね、あんなところで、で駅のすぐそばの路地で、あの日午後6時14分ですよ、6時14分、一人の女性が突然、日常を絶たれてしまったと、今年1月、冷たい雨が降る夜だったということで、ナレーションあって、女性は首や腕など、胸など、数箇所刺され死亡、待ち伏せしていた男による犯行ということで、元交際相手でストーカー。警察からは禁止命令を受けていたっていうね、亡くなられたのは川野美希さん38歳、博多駅近くの会社に勤めていたと、で寺内進被告31歳、7歳下なんですね、被害者の方と、川野さんと半年ほど交際して、破局、別れていたんだけども、この被告の方から、寺内被告の方からすると、破局してないみたいな。感じなんですね。別れた、付き合ってる別れたみたいなのがね、女性の方からはもう、別れようみたいな話になってるんだけども、男性の方はそれ認めないみたいな感じだったんでしょう。
で、相談してるのが2022年10月に、まあ、別れたいと、まず相談して、また何日か経って10月の、うん、警告してほしいってことでね、で警察から実際に、寺内進被告の方に口頭で注意されたと、警告したと。で、翌月、2022年、去年11月に、警告無視して、この寺内被告がね、職場に押しかけてきたと。さらに職場に電話もしてるということでね、で、それをもって警察の方、まあ、また相談してね、川野さんがね、それをもって警察がね、つきまとい禁じる、ストーカー規制法で、これまた禁止命令、これまたっていうか、ここでね、禁止命令出したんですね。職場にも電話したり、もう押しかけたりしてるっていうことで、ストーカー禁止法の禁止命令、接近禁止命令を出したと。で、一旦この11月から、つきまといは止まったかのように見えたけども、事件があったのはここから約2ヶ月後ですからね、1月、2023年、今年の1月に事件になってしまったと。一旦つきまといは止まるんだけども、で、結局ね、警察もね、法に基づき適切にしたと、適切に処理したと。法律の範囲の中でしかね、警察も対応できない、当たり前ですね。で、適切に対応しても、命は守れないっていうことでね、警察も言ってました。まあ、そうでしょう。本当に警察もね、何もしなかったわけじゃないですよ。で、実際口頭でまず警告してですよ、禁止命令も出して、で、しっかり相談受けて、ストーカーの危険性っていうのかな、リスク評価っていうのもやってたと思いますよ。それでもやっぱりね、この禁止命令だけでは救えないと思います。で、途中ね、埼玉、沖縄、この日本におけるストーカーの歴史って言ったら変ですけど、一気に注目を集めたね、埼玉、沖縄のね、事件、井野しおりさん21歳、大学生ですよ、当時ね。これちょっとね、掘り起こしてみれば分かるんですけど、ちょっとね、ひどい事件でした、これ。沖縄ストーカー殺人、1999年10月、ね、ミレニアムちょっと前ですよ。駅で待ち伏せされ、桶川のね、殺されると。で、事件前からもう元交際相手グループからですよ、元交際相手のそのグループから誹謗中傷のビラ撒かれたり脅迫されたりっていう、そんで最後はね、殺されてしまったっていうことでね。お父さんの井野健一さん72歳取材を応じてましたね。埼玉県警には何度も相談したし、訴えも放置されたと。まあ、当時ね、今と違いますからね。この桶川の事件から日本のストーカー、具体的にね、ストーカー規制法とか、この事件受けてですから、2000年5月にストーカー規制法が、なんていうのかな、施行されたのかどうかわかんないですけど、ね、2000年5月ですよ、ストーカー規制法。はい。で、警察の方もストーカーの危険度をね、チェック項目作ってチェックしてリスク評価はしてると。それでもなんと警察への相談、全国でね、毎年2万件ですから、2万件あって、どれがね、大きな事件に発展するかっていうのはね、やっぱりわからない、ですよ。この博多の件もそうですけど、一旦収まってるんでね、禁止命令出て一旦収まったように見えての、いきなり待ち伏せしてですから、はい、わかんないですよ。で、専門家の方とか出てきてね、あと、この今回の寺内進被告、に番組でインタビューしたりして、やっぱり被告側、この寺内被告側すると、自分はストーカーじゃないと、ストーカーじゃないのに勝手にね、もっと付き合ってた人にストーカー呼ばわりされて、警察にまで相談されてみたいな。ストーカーなんかやってないじゃないかみたいな、ね、この被告側の意見ですよ。ということで、逆上のスイッチが入ってしまったということで、で、あと、警察からの禁止命令と、専門家の言うにはね、禁止命令とセットで、その加害者側に、アンガーマネジメントとか、感情のコントロールね、そのプログラム受講、これをセットで、禁止命令、ストーカー禁止命令とセットで、したらどうだっていうのもあるんですけど、まあ、もちろんこれ効果ないとは言わないですけど、まだね、何の気が入ってもない
何の着替えも加えてない状態、まあ着替えも加えてないって言ったら嘘ですよね、まあ、待ち伏せしたりしてんだから、その時点でやっぱり被害者からしたら怖いですよね。まあほぼほぼ女性だし、まあ、男性の被害者の件もあるんですけども、待ち伏せされたり電話やメール連日されたりっていうことで口頭で注意または禁止命令出されても、まあ自分はストーカーじゃないと、まだ交際してるんだみたいなことを言った時に、その時点でこのアンガーコントロールとかね、感情のコントロールのプログラムを受講させるっていうね、強制的に、うん、まだ犯罪者でもない人にね強制的に受講させるってことは果たしてできるのかっていうね、うん、ここまで踏み込めるのかっていうね、まあ専門家の方のおっしゃる通りだと思いますよ。事件本当にこれなくすんであればそれぐらいのこと必要なんですけど、なんたって年間2万件ですから、相談が2万人の加害者にこれさせられるのと、強制的に、うん、あと自主的にっていうんであればほとんどこれ参加しないでしょうしね、お金もかかるでしょうし、はい、ここやっぱりこれから議論難しいところだと思いますよ。で、被害者守ることと加害者の更生、これが両輪でないとって言ってましたね、うん、まあただ私このストーカーの案件だけじゃなくてね、加害者の更生っていうのはね正直ね難しいとは思うんですよね。ああいう感じで今回の寺内進被告もね自分でも言ってましたからね、まさかあんな風になるとは、自分が刃物持って何回も刺すようなことになったとは未だに信じられないみたいな、本人が言ってるんだから、やっぱり直情的にね怒りっていうか興奮して感情を抑えられなくなると、それプログラム受講して、まあ、静かな時にですよ、受講してカーッとなる瞬間を抑えられるかって言ったらね、これは分かんないですからね、かといってね放置するわけにもいかずっていう難しい問題だと思います、このストーカー問題は、はい。で、加害者対策の重要性は専門家の方々が口を揃えて言うと言ってはいるんだけども、うん、まあどうなるかね。まあただ日本ね、今2023年ですか、桶川の件から24年、うん、ですけども、本当にねストーカーっていう存在がね認知されてきてるね、ほぼほぼ、うん、それまでは本当にねまあ認知されてませんでしたから、ね、カップル間とか夫婦間の痴話喧嘩ぐらいなもんでね、民事不介入ってことで警察も立ち入りできなかったし、ね、実際ね事件が起きてから動くみたいなね、殺人なり傷害なりでっていうのがやっぱりアメリカから入ってきましたよね、ストーカーっていう言葉もね。ストーカーっていう文化っていうかね、映画ありましたもんね、ハリウッドでね、ストーカーっていうその名も、うん、それで日本でもね90年代かなドラマ化されましたよね、普通のテレビドラマ、民放の、まあ、日本がありましたよね、男が加害者のバージョンと女が加害者のバージョン、女性の加害者は確か、ああでも名前出てこない、あの人ですよ、うん、まあ名前出てこない、はい、私どっちも見ましたよ、このストーカーのドラマね。あの辺ぐらいからね認知度高まって今やもうね至る所にストーカーですよ。まあこれね、まあうん、なんて言うんだろう、人間が変わったっていうよりやっぱり社会が変わっ、まあ昔からあるんだけども、これだけ数が多くなったのはやっぱり社会がいろんな意味で変革してるってことね、うん、ことです。女性の社会進出とか進学率で言ったら女性の方が高くなったとかね、うん、あとまあその出会い系とかマッチングアプリとかでね全く知らない人と知り合うようになったっていうね、うん、あと恋愛も意外にしなくなってるっていうね、うん、今の Z 世代っていうんですか、うん、で少子化も進んで、で異性との関わりもあんまりないと、うん、でコロナ禍もあって部活なんかもねかなりもう停滞しちゃって、うん、なんて言うんだろう、人と人との学生同士の関わりも少なくなって、人とのコミュニケーションも取りづらくなって、取り方もわからないみたいな、いろんな変化があると思います。あと、うん、個人の権利意識が強まって、うん、男は男、女は女で、私は私みたいになっちゃってね、私は正しいみたいなね、うん、感じになっちゃってっていうのがいろいろありますよ。まあとにかくね、基本ただ相手が嫌がること、うん、嫌がってることをしないっていうと
とかね、思いやりとかですよね、結局のところは。昔から言いますよね、道徳の時間とかね、思いやりとかね、学校の壁に貼ってありますよ、思いやりとか、なんとか、道徳の時間とかね、教わるんですけどね、これ、口で言うのは簡単なんだけど、実際ね、これね、この、ね、猪野志織さんにしても、今回のね、川野さんにしてもですよ、相手が嫌がってると、明らかに声に出して言ってるのに、いや、私はそうも思わないみたいなね、いや、あなたがどう思うと、相手が嫌がってるんだからっていうね、そこ、結局、コミュニケーションもそうですよ、今もう、コミュニケーションって言ったらね、相手の話を7割聞くぐらいのスタンス、岸田総理じゃないけど、もう8割でもいい、9割でもいいですよ、ほとんどコミュニケーションって言ったら、相手の話を聞くっていうことなんだけど、まあ、会社でも学校でも、どこでもですよ、もうとにかく喋りまくる、みんな喋りたいみたいな。俺の話を聞けと。タイガー&ドラゴンじゃないけどね。歌のね、もう俺の話を聞け、私の話を聞けっていうね、そんな人ばっかりになっちゃってるっていうね、世の中。これがね、まあ、ストーカーにつながる一因ではあると思いますよ。ただこれね、撲滅するのはね、難しいと思います。これは本当に。まずこのプログラム、禁止命令と同時にプログラム、受講させるっていうね、ことが果たして可能なのか、っていうね、立法化できるのかどうかね、これ、相手に対して強制的に受けさせることできるのか、まずこれ、まず第一歩としては、自主的に、禁止命令を受けた人は自主的にっていうところから始まるんだと思いますよ、私は。強制的にっていうのはね、やっぱり何かと問題ある、と思います。あとは、もっとね、猪野志織さんのお父さん言ってましたけどね、とにかく命を守るんだと、被害者の、いうスタンスで警察には動いてもらいたい、それにはそのための法律、いるんで、やっぱり、全部が全部、相談されて2万件なら2万件全部じゃないにしても、その加害者が今どこで何してるっていう、ね、情報みたいなの、これも、かなりね、個人の権利に深く介入する話にはなってくるんですけども、そういったものもね、警察の方で知りうるような状態、GPS つけるなりなんなりですよ、必要になると思います。で、私昔から思うのは、まずこれストーカーは別にしてですよ、人を殺す、殺人とかね、傷害とか、人を刺すとかね、いうことする人っていうのは、私はね、その犯人ね、過去に人の前にね、小動物、犬とか猫とかいうのを、まあ、子供の頃でもそうですよ、子供の頃、なんていうのか、小学校、中学校ぐらいの時期に、私はそういう人の多くっていうのはね、小動物殺してるのが、殺した経験がある人っていうのは多いと思う、まず、それでもう生まれつきっていうんじゃないですけど、その傾向は高いと思いますよ、その時点で、まず、この寺内進む被告はどうかわかんないですけどね、ストーカーだけじゃなくてですよ、普通に人を殺すことに抵抗があまり低くない人ね、抵抗が低い人っていうのは安易に小動物、犬とか猫とかもうカエルとかでもいいんですよ、昆虫とかはまだね、私から見るとセーフなんだけど、そこから上になってくると、大きな生き物を平気で殺せるような幼少期、青年期過ごしてきた人っていうのは割とね、人も簡単に殺しちゃうっていう傾向あると思う、はい、まず一つはね。あともう一つ、このストーカーの件、とにかくそうですけど、私プロファイリングするんなら、項目としてね、相手の学校とか職場とか、に電話をしたり押しかけたりする、これはね、なんて言うんだろう、もう一歩踏み越えてると思う、これやる人は、今回の寺内被告やってますよね、相手の会社に押しかけてみたり電話したり、この相手の会社なり学校なりね、所属するところに電話かける、嫌がらせするとかいうのはね、まず相手のこと考えたらやらないですよ、迷惑なだけなんでね、で相手の気持ち踏みにじる行為なんでね、一番やられたら嫌ですよ、それやられたら被害者は転居するとか、引っ越しするとか、転職するとか、職変えるとか、するしかなくなりますから、
これをね、うん、あの相手の会社に押しかけるとかね、電話するとか、これやる人っていうのはあのもう一歩、まあ、傷害とかね、殺し殺人とかに発展しかねないと私は思う。ここは警察の方々、うん、リスク評価するときにね、私は検討してほしいなっていう、あ、一線超えたっていうね、私から見たら、ここは一線超えたというラインだと思う。相手の会社なり学校なりに電話したり押しかけたりすると、うん、まあ家での待ち伏せとかね、例えばバスとか地下鉄の乗るところ、必ずそこをその相手が通るっていうところで待ち伏せするっていうのはまだ、うん、セーフだけども、相手の通ってる学校とか、うん、職場に押しかけてね、顔出して、うん、または名乗って誰々いるとか電話かけてっていうことはもう一線超えたっていうふうに私は思います。これはね、大きいと思う。ここでリスクかなりね、高まると思います。今回その段階で強制的に何かできたら、この馬乗りになってね、滅多刺しとかいうこんな悲惨な出来事にはならなかったような気がしますね。はい、ということで博多ストーカー殺人のこと NN ドキュメントでやってましたということで、まだ3ヶ月しか経ってないってことに一番驚きました。はい、驚いたっていうか、あ、まだ3ヶ月なんだと思いましたね。はい、ということで終わりにしたいと思います。千鳥37回、朝方明るくなってきました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。